楽しく一緒に走る風景が当たり前の毎日になるブレードのデザインと題しまして、えっ、ー、と今日は義足のキッズランナーとえっ、ー、とサイボーグの遠藤健さんに来ていただきました。どうもお越しいただきありがとうございます。<laughs> お願いしどうさん方ご紹介させていただきますが、えっ、ー、とまずえっ、ー、とソニーサイコンピューターサイエンス研究所のリサーチャーを務める遠藤健さんです。どうもよろしくお願いします。ますえっとサイボーグっていう会社では？ あれです、ね、100メートル競技のオリンピックチャンピオンを打ち負かすことを目標に、持続、はい、アスリートのブレードの開発やサポートを行っていらっしゃるということで、はい、この、えー、とブレード4ウォールも、えー、とそのプロジェクトの一つっていうわけです、ね、き今うは、えー、2人のキッズランナー、友岡美乃ちゃんと,、えー、と杉本大地君にも来ていただきました。どうももよろしししくお願いまますすなんかか人も緊張してますか <laughs> 緊張して、<laughs> あ緊張しなくても全然大丈夫なあのゆるゆるふわな世界なので大丈夫なんですけれど、じゃあどこから聞いていこうかな、えっ、ー、と遠藤さんなんでこのブレードフォールっていうプロジェクトやり始めたんですか。まずあのやっぱりパラリンピックで走る競技者が、うん、あの使ってるブレードを作っていて、であれはやっぱみんな見るもの、テレビで見たことがあるとかっていうものなんですけれども。 じゃあこういう子たちが学校とかで走るってなった時にそういったものがやっぱり世の中にはないというかまあまだ自分がこれを学校で使う日常的に使うっていうものに対してはまだ距離感があるのでやっぱそこを埋めていかなきゃいけないなと思って始めたのがブレードフォーオールというプロジェクトやっぱ始めるのに抵抗がみんなあるちょっと高いからとかそういうことですかやっぱ高いっていうのがやっぱり一番大きいかなとは思いますねなるほどね 確かにえ。大体1個いいくらぐらぐすするんですか 1> 1個ですかあの。この板だけで大体25万円から60万円まあまあそうですねあ確かにあのなんだろう初心者用のバイオリンより高いそうねそれだから初心者があのアスリートだったらさ何百万円払ってても早くなれるんだから買うじゃないですか、まあいすねうん、高いレンズ買うようなもんだもんねそうそうそうお茶用違う、うん、レンズ買うようなもんだけどでも 最初からこうアスリートになるとかじゃない人たちが何十万円も払って走りたいか公園走りたいレベルで使う手軽,手軽なものがない25万は結構高尚な趣味ですよね、うん、今この世の中エレキギターだって9800円ぐらいで買えるのそういうものが義足版があったらいいなと思って始まりました、はい、あ素晴らしいプロジェクトだと思いますじゃあお二人にも聞いていきたいなと思うんですけどえまずは大地君から聞こうかなこんにちは 私は何年生ですか？四年,年生。小学校四年生。はい。いつから走ってるんですか？去年の十二月ぐらい。去年十二月ぐらい。あ、すごい。なんで走ろうと思ったの？やっぱ。一度は走ってみたい。うん。あ、なるほど。え、それいつから足があれなんですか？あの切断か。あ、そもそも足切断ですか？先天性ですか？切断。切断？じゃあいつ足の手術されたんですか？えっと。 年長ぐらいの6月、うん、年長ぐらいの6月ってことは大体4年ぐらい前か5年ぐらい前かそなんなもんあなるほどねで普段はじゃあ義足をつけて生活しているんですかはいあなるほどこれ研さんに聞きたいんですけどブレードって普通に学校ので走れるんですか、はい、学校で走れますはいあ学校で走れるじゃあ,あのなんかよく分かんないコーティングにハイヒールで入るなんてとこも大丈夫ってことですか 学校側もブレードがグラウンドで走れるのかとかやっぱ怪がするんじゃないかって思ってる人いるんだけどはい、はい、多分そんなことなくて、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけない部分もあるけれどもそんなにこう考えなきゃいけないことってないんでじゃあもう,もう普通に 100m 走るように走っていいう、うん、そうそうそう自由に走ってねっていうぐらいのものにな,<ー>なるんじゃないかなと思いますえじゃあブレードつけるようになってから学校でも休み時間走ったりとか休み時間っていうかあの体育の時間に走ったりとかするようになったあそれすごいね確かに。 あハイクの時は絶対つける。ハイクの時は絶対つける。あ、そうなんだ。じゃあ、えっ、ー、と、友岡さん、友岡みんのちゃんにも聞いていきたいと思う。みんのさんにも聞いていきたいと思うんですけど、え、いつから使ってるんですか。え？え走る義足いつだろう。いつだろう。ろう遠藤さんにあったのは、でもね、あったのは結構前からで、はい、あの月に1回のランニングクリニックには結構毎月来られてた。はいはいはい。こ,こで。 だけども日常的に使いたいっていうようなことであの貸し出したのが最近なのじゃあもともとはあのランニングクリニックってことは例えば土曜日とか日曜日だけ、えー、と課外活動的に走るみたいなことはされてたけど<う>月に1回 1> 月に1回はいあ5年生あそうなんだじゃあ学校でも体育の時につけ始めたりしたのかなえでもなんかその時にもやるなんか走る競技じゃなかったらつけない、うん、あつけない

もともと足が調子悪かったのかそれとも何だっけ事故かなんかでとか生まれつきあ、生まれつき,れつきそれで手術してってことになって、うん、はー義足慣れるまで時間かかったちっちゃい頃はなんかよく嫌がって外してたあーなるほど最近はどうですか最近はつけるようにしてるあそうなんだ着脱がしやすいっていうのが売りなようなんですけどあ着脱がしやすいっていうか着脱をする前提で作ってる あなるほどであの着脱するのは義足って基本的にはモジュールを組み合わせたものだからこういうネジが付いてるじゃないですかそれをまあ外せば交換できるようにはなっているとうん、うん、でまずはそれを自分でできるようになったら自分で走れるようになるっていうことでまずはだから自分でできるようにな,るな,るなろうねっていうふうにまず教えるっていうのが大事なのとなであともう一個その彼の。 足って結構特殊で、しかもモジュールが付いてるね。そうそう、足が長いんだよね。で長いとこの板バネって入らないじゃないですか。だからもう彼の場合は走れないねってなっちゃう、なっちゃってた今まで。だけれども頑張ってそういうなんか、ちょっと伸ばして、そうすれば彼も普通に自分で交換。これはこれで重心位置変わったりするんですか。変わっちゃうやっぱ。あでもこれでもこれ慣れればそれで走れる。慣れれば。へえ面白い。子供の時って特に日常用の義足ってつけるじゃないですか。 あれで体育やる、ね、本当は。あれで。普段はあの硬いやつ、うん。それで走っちゃう。あれで走るんですか。走るよね。体育で走っちゃう運動会とか。そうそうえそうなんだ。お痛足痛くなんないんですかあれ。えこけそうになった。あこけそうになるな。そうなんだ。な、うん、今どこ一番走りたい場所はどこですか。ここで走ってみたいとか。<laughs> 国立競技場。うん。そうか。おお。いいね国立競技場。将来の夢は。パラリンピア。 パラリンピアンでパラ,パラリンンピアンになるのが目標なれるんじゃねえかなで金メダル,金メダル絶対金メダル取れるよ多分今から練習すればだってなんか部位によって違うんでしたっけ部位クラス分けがあって、うん、彼の、まあ、同じクラスだよねあ同じあそっか、はい、さ先だから大体みんなちっちゃい頃から走り出すんですかいや走らない<あ>走らないです あの今トップアスリートにいる人たちは大体いい20超えてからそう,そうだよねだからあのちっちゃい頃からやってたアドバンテージでしよねきっと絶対あると思うちなみにみのちゃんの方は夢は何ですか1個目がピアノの先生で、うん、もう1個がなんかメイクする人メイクがいっぱいだね、うん、さっき、うん、で、うん、さ次が髪の毛、うん アレンジ、アレンジ、ああ、スタイリスト。でも、一個が。義足を作る人。義足を作る人。お、いいじゃない、隣にいるよ。めっちゃ。そうそう。あの、でも、今のすごい大事で、パラリンピックになりたい、パラリンピアになりたいって人がいると。やっぱり、束ね入ってたら、やっぱ期待してあるじゃないですか。で、本人がなりたいって言ってたら、いいんだけども。 なんか履いていればあみんなパラリンピアになるのみたいな目を向けてしまいがちな大人って結構いてでも走ることってそうじゃないじゃんジョ、はい、ギングだってするしねそうそうそうだからブレードフォー,オールの一つは別にブレード履いてても別にパラリンピアになりたければなればいいし、うん、さっきみたいに義足作りたい人になれば別になるっていうのは、うんまあ、要はお稽古事の一部として陸上競技があるっていうだけの話う走るってもうちょっと普通のことだよねと確かに確かにえちなみに賞出てみてどうだった なんかライトとか当てられたりとか、あんなビデオカメラで超いっぱい回されたりすること普段ないと思うんだけど。うん、じゃあ、大地くんから聞いてみようかな。どんな気分だった?。めっちゃ緊張した。めっちゃ緊張した。すいません。いや人生初。<laughs> あ、人生初。まあ、まあ、そうはないね。うん、普段多分ね。でも楽しかった?うん。あ、そっか。みのちゃんは。ええー。最初の方は緊張したけど。二、うん、回目とかは。そんなに緊張しなかった。本当。あ、そうなんだ。 すげえ堂々と歩いてたよめっちゃかっこよかったんねでもメイクされてみてどうだったメイク楽しかったなるほど今日眉毛のね青がいいめっちゃいいキャラしてると松木さあそう松もなんかさっき裏で撮ってたあのトランスフォームシーンみたいなやつでめっちゃね良かったですよいい味出してた何よりね2人がねんか話してて結構楽しそうに歩いてるのがすごい良かったです立ってみようかな 確かに。あと、ちなみによくあのなんか板バネ履いてる人ってこ,ここの先っちょつけてこう屈伸状態になるじゃないですか。うん、この状態ってなんか意味あるんですか。それが一番楽なの。まあこれはねあのちょっと長めに作るんでね板バネって。<ー>だからこう普通にするとこうなっちゃって、走ってこうなんかついてこう曲がった時にこう同じぐらいの。あ同じぐらいになるう設計で。 で彼女の場合は若干こう残ってる部位が長いのでうん、うん、普通の人よりさらにちょっと長めに設定してるのいうか自分で手入れできるのあできるあすごい。じゃあ普段のやつを外して自分で板バネつけられるんだ。そうそう えそれはすごいねでもねそれができないと学校で一人で走れないっていうか、うん、ああそっかそっかじゃあその練習を最初にする、ね、やっぱ途中走ってる途中でね取れちゃったら危ないじゃないですかはい、はい、だからそれもリスクもあるんだけれどもでもやっぱ自分で交換して走るってことができると、うん、もっとあの自由度が上がるというか自分の好きな時に走れるからなるほどねちなみにさあのなんだっけ普通に立ってるとどのくらい立ってられるのそれ <laughs> 結構疲れる どう？いやちょっとこっちに重心か。ちょっと重心かける。普通の義足とどっちが疲れるの？どっち？板前の方が疲れるんじゃない？<laughs> うん、疲れる。ね、長いからこっちで。そうだよね。あそうだね。うん。んま<っ>オッケーじゃあちょっとよろう。はい、じゃあ俺はこっちに。もうちょい前に行ける？いはい。というわけで。 あんま普段インタビューとか答えないと思うけど単二一で決めポーズとってくださいはいいきますよはい321はいいやほんとほんと来てくれてありがとう朝早くからほんとだよね <laughs> ありがとうめっちゃありがとういい感じ普段そんなキャラじゃないよねどっ,ちどっちがどんなキャラなの 2>, 2人ともこんなキャラじゃないと思う飛び跳ね系なんですか